はい、皆さん元気にしとうね。七蔵です。今回開封していくアイテムはこちら。はい、鬼滅の刃ウェハース3です。はい、こちらパッケージが2種類あって、それぞれ5パックずつ買ってきました。カード1枚入りで全35種で、キャラカード13枚、技カードが14種、ビジュアルカード6種にシークレットが2種ということで、早速開けていきましょう。さて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 、1枚目はドン！おお！炭治郎と禰豆子、これキラキラしてる文字がなんだろう、シークレットなのかな。はい、続いてこっちのパッケージ開けていきましょう。さあ誰が出るかな。ほい、あ、おばないさん、イグロおばないさんですね。これもちょっとキラキラしてる、すごい。よし、次、せーの、ドン。あ、炭治郎と禰豆子、同じカードが出ちゃいましたね。はい、次、次は、はい、あ、品津川さねみバカガーってやつですね。はい、続いて、はい、あ、胡蝶忍さんです。もしもしねえ。はい、続きましてドン。はい、あ、赤妻善逸、善逸ですね。やるときはやる男善逸。ああ、推しの義勇さんが出てくれないかな。はい、続きましてドン。お、ああ、寒天の自由だ。水の呼吸後の方、寒天の自由、わ、痛くないっていうやつね。へえ、ああ、やばい、義勇さんが出ない、義勇さんが出ない、お願い出てください。はい、あ、煉獄さん、煉獄さん、ブルーレイも発売まであと1ヶ月を切りました。予約しています、楽しみです。あと2個、あと2個、お願い、せーの、ドン。あー、すごい、すげー、無限列車編の、すごい、かまど炭治郎、あとこの雲の柄がキラキラ光ってる、あとエム、すごーい、これもシークレットなのかな。はい、次、最後、じゃん、せーの、ドン。あー、最後の最後に推しが出ました。ギウさん、バズモット予約しましたよ。あー、すごーい、推しが出た、嬉しい。え？でもこれ、キャラクターカード、だいぶ出たんじゃない？ 1、2、3、4、5、6。ああ。まあ、善逸を除いて、柱が、9分の5出たのか。すごい！うわあ、すごいですね。まあ、とりあえずキャラクターカードが 1,2,3,4,5,6 枚と、はい、技カード寒天の自由が1枚で、あとこれがシークレットなのかはよくわからないんですけど、ちょっとキラキラしたカードが、まあ、ちょっと被っちゃったんですけど、2種類ありますね。はい、こんな感じです。はい、ちょっと調べてみたらですね、
こちらはシークレットではありませんでした。でも、とてもキラキラしてて豪華ですよね。今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。皆さん体には気をつけないかんばい。それではまた、バイバーイ。この動画は、七蔵が制作いたしました。ご視聴ありがとうございました。次の動画もお楽しみに。チャンネル登録もよろしくお願いします。